ゼロ、月はみの仮面、続きをやっていきます。10の章、残王ですね。長四郎でやっていきたいと思いますが、まず前回手に入れた、鍵と木の鍵と、あと中庭に行けばいいよね。中庭の地下のところの鍵だもんね。あそこさ、かまじいたとこじゃなかったっけ。すげえ行きたくないんだけど。でも長四郎だと男同士だから大丈夫か。男同士で、なんか男と男のこの話し合いでなんとか蹴りつかんかな。あいつ、あのおじさん、おなご、美咲とかの時とかさ、おなごだから襲ってきたとか、そういうのある。てか、よく見たら、ここのボタン、すごい下についてない?このエレベーター押すボタン。ほら、これ下すぎ、あ、これあれか。車椅子の方用の方か。あれ?でも、車椅子の方用の方しかボタンなくない?まあ、車椅子の方が押せればいいか、別に。他の人は座って押しゃいいんだもんな。すいませんでした。あれ、ここに、あれなかったっけ、霊石と。触れさせてくれるとこなかったんだっけ。まあ、いっか。あ、ここにあんじゃん。ここにあんじゃん。どこそれ。あったあった。一旦触れといてね。触れといた上で、中庭こっちだよね。ちょっと待って、大丈夫か?準備は大丈夫か?よし。ここじゃないんだっけ?ここは、違う、ここはあれか。つながってるとこか。あれ?ここか、こっちか。ここだ。ごめん、ここじゃない。中庭行きたくないなぁ。すごい行きたくないなぁ。なんとか行かなくても済む方法ないかなぁ。でしょ?この地下でしょ?うわぁ、また来てしまった。ここで幾度となくた、あ、違う。あとさ、ここさ、なんかさ、あるんじゃない?かったっけ?なんかさ、取れるところあるよね、なんか。あの、ブルーになってさ、なるけどさ、あれ?これは、やっぱあそこの外じゃないとダメだったのかな?ちょっと待って、一回こっち行って、風の音がすごい。あ、ここら辺なんかあるぞ。それ以外にもなんかありそうだぞ。ん?どこ?どこそれ?こっち?こっち?あ、あった。ん?それどこ?上ってこと?あ、上か。あ、鏡。あー、これ取らなかったやつか。前に。はいはいはい。何ですか?何ですか?何?何この風の音とともに。あ、人がいっぱい倒れてる。ここの中庭で何があったの?あ、頭が。え?いやいいっていいって。来なくていいって。この人、挑んじゃダメな人だよね。え?挑んじゃダメ?ん?挑んじゃダメな人来る?また。またで、まずいまずい、これ逃げなきゃダメなやつでしょ?見ちゃいけない、見ちゃいけない、見ませんから。見ませんから、出てくるからいけなくない?待って、逃げられそうにない。っていうことはこういうこと?そういうことか。逃げられそうにないってことは。ちょっと待って。位置が悪い、位置が悪い。これ、どういう感じで逃げる?ここ、全部使えるわけじゃないんだよね。これ、このまま逃げれそうにないって言った?ちょっと逃げてみる、一回。で、ここだよね、鍵。いつまで来る?あの人、カンカー使いだってなってくんない?なってくんない?こっちまでは来ないのか?来るんだ。来るんだ。あ、ここじゃないっけ?あ、まずい、まずい。許してくれなそう。許してくれなそう、この人。ちょっとダメだ。許してくれなそうだから、やっぱ表で分かりました。すいません。広いとこで戦います。はい、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 はい。ちょっと強いです。ちょ。これ、やばいな。回復あんまりない。鏡石が一個あるけど。鏡石、拾ってくればいいか、一回使ったら。鏡石。そういう手もある。ダッシュダッシュ。
一旦ごめんなさい。広いところでやります。広いところでやります。もう逃げません。もう逃げません。近い。どこだ。あ、いなくなった。どこ？いた。ペータル狙いたいな。ずれんなって。来い。ペータル来い。来ないなら撃つよ。え？あれ？もっと強そうな感じだったじゃん。ねえ。でもあの人まだ絶対出てくるね。で、私はここのね、今のはさておき、ここら辺でさ、青く光ってたさ、あれやっぱここの上じゃないと無理なのか、取れないのか。ここだと青くならないな。調べる。あ、プールの水ね。プールの水の剣ね。水の剣はいいとして。なんかここら辺とかでもないか。あ、なんか落とした？こっち側には何もないよね、多分。あるな。あるけど、どこだこれ。あった。こんな植木、危ないな。よし。じゃあ、こんなもんか、ここは、きっと。あの人さ、今絶対さ、ちょっと加減したよね。あんなに弱いはずないもん、あの人が。あの人絶対あんな弱いはずないんだ。マサル君にはわかるぞ。なんか手加減をした。俺が男だからか？俺がちょっとイケメンの長四郎という名前の長男だか四男だかわからない名前をしているからか？これここの鍵、あれ？ここはカマジンとこじゃないっけ？この奥か。ここではないか、鍵閉まってたの。あ、ここの奥じゃない。あ、やっぱそうだ、絶対そうだってこれ。で、戦うぞ、これ。未だかつてない強さのおじさんと戦うぞ、これ。長四郎だったらいけるか？なんか音する。あ、ここ、あれか、なんか水の、あ、なんかあるぞ。なんかあるぞ。あったあったあった。あ、テープ。霧島の調査記録6。聞こう。記録、音声、テープ。これだね。はい。9月17日、同月島到着。こうやって記録するのも刑事時代の癖だな。2年ぶりの老月島、この島で灰原を見たという情報が入った。今度はガセじゃない、これも勘だが、灰原が潜伏しているとしたらやはりこの島なのかもしれない。島は静かだ。2年前の神楽の一件以来、周囲の島からもタブー視されているらしく、訪れる人もほとんどいないという。しかし暑いな。まだ残暑が厳しく日差しが強い。風がない。空気が動いてないんだ。時間が待っているような。どうなってるんだ。
と待って、テープってさ、この何調査記録ってさ、そうかそうだったのかの部分をさ記録しておくもんなんじゃないの何そうかそうだったのかだけを記録してんだよ。その先をさ普通これに吹き込むもんなんじゃないの、調子郎。おかしいって、この記録。記録でもなんでもないって今のね。ちょっとこの鎌あったじゃん今。この鎌持ってきないの、これ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 、この鎌で対抗しようぜ。ダメか、ダメか。でもあの女顔がわからないって、さっきの女の女ってことよね。でこっちでしょ、あれこっちじゃないか、あれこっちじゃない、あこっちじゃないわ、こっちだ。そうか、この、そうだそうだ、この先やっぱそうだ、かまじんとこだ。守り神おるぞ、これこれ、ついにあのおじさんといつか戦うとは思ってたけどさ、とは思ってたけどさ、やだな。え、誰かいるの、あの子か、違うよね、これ瓶だ、どこだ、どこかにいるぞ、何かが。青くなったところだよね、青くなったところで取ればいいんだよね。ここ穴のとこか、もしかしたら穴の中、穴の中ではない。え、どこ、上、あ、なんか白い、白っぽい、ここら辺近くない、これ穴落ちないよね。え、これ上の階ってこと、深いってことか。どこだ、ここら辺すごい白くなったところだよね、きっと。ここら辺なんかある、ないな。ん、どこだこの青は、どこ見てこれ、分かんなくなってきてる。ん、ここ、この先、ちょっとこっち側になった、こっち側、ここの上、ここの上、ここの蛍光灯あたりが怪しい気がするんだが、え、これ自爆霊ってことだよね、青くならないの、どこ、ちょっと目回っちゃう、目回っちゃって、これ、これ、いる、なんかした、分かりづらいな。もうここら辺今すごい白くなんなかった、ここ、ちょ、ここいる、誰かいないな、あ、え、え、やっぱこの下、下の、え、分からないんだけど、ここか、やっぱ、いや違うな、ここら辺が怪しいよね、一番白くなってる、え、え、いる、誰か見える、何かが、私には見えないのだが、ここじゃない、ここら辺、こっち側って出るけど、こう行くと上になっちゃう。ここ、え？この蛍光灯の上か。ん？え？これって後ろって意味だよね、きっと。これ、こう後ろだ、て。ここになんか。あ、普通にアイテムがある、ん、何、いつまでここにいればいいんでしょうか、あの人はずっと眠り続けています、ずっとあの状態で生きているなんて、いつかあの人が目覚めてこの扉が開く気がして、扉が開いた、扉開いちゃった、開いちゃった、開いちゃった。
ねえ、開いちゃった。ねえ、開いちゃった。え？あ？あ？え？これ来るってことだよね。あ？その前にちょっと待って、これ取りたい。開けな、あ、ドアを、来る？これ。こんな、りゅうちゃんのこと知らない？あ、でもなんか、日誌が置いてあるから日誌読む。ちょっとうるさいか、これ。ちょっとうるさいから、ちょっと一旦黙ってもらって、ちょっと静かにしてもらって。さっきうたた寝をしていたら、夢の中でも私はあの扉の前にいた。昏睡状態の彼女を閉じ込めた扉の前。ふと何かが聞こえた気がして耳をそば立ててみると、かすかに聞こえた。風の音？呼吸？違う。口ずさんでいる。気づくと突然扉が鈍い音を立ててきしむ。この扉の奥にいるのは、昏睡した瀕死の患者のはずなのに。おー。重く閉ざされたはずの扉が、悲鳴のようなうなり声を上げながら開いていく。見るな、見るな、見るな。そう思ったのに、私は扉のわずかな隙間に見た。目だ。赤くよどんだ目。何？よくわからない。あの顔は何？あれは何？これさ、あの、かまじいがいたところの扉が今多分開いたんじゃん。で、そこの向こうに閉じ込められたと、多分さ、陽のお姉さん、つまり、灰原茂人の娘。で、このさ、このブルーのやつが一生わかんないのはどこなの？まだ探すよ。もういいか、探さなくて。こっちなのか。こう開けて、ちょっと待って、今どっから来た？どっから来た？ちょっと待って、冷静に冷静に冷静に、今こっちから来たんだっけ。ちょっと地図見ればいいのか。今こっちから来て、こっちのここが今開いたんだよね、多分ね。ちょっと待って、これさ、一回こっち行ける？戻れる？こっちは戻れるんだったら、ちょっと待って、ちょっと、うん、一回静まってもらって、ちょっと今音が大きすぎてもあれなんで。このさ、上にさ、あれがあった気がするんだよな。上に上がって、ここ。あ、あるね、あるね。あれ？こっちから来た方が早かったじゃん。あ、鍵がかかってたのか、ここ。あ、開くようになった、ここ。そうか、そうか。結局今これ開けたからここ通れるけど、いや、これ大事じゃない？これで、これ触れることが一番大事じゃない？ここで。売れる。で、これさ、絶対これさ、買った方がいいよね。ちょっと、お金減るけど、10個ぐらい持っとこう。よし。ん？赤い服の女が出てきた場所を調べる。並んの扉でしょ？やだわー。よし、行こう。でも行くしかないもんね。よし、行くよ。でもさ、あの女が開けてくれたんだったら、この鍵必要ないじゃん。この鍵も必要ないってことじゃない？それか、あれよりも、あの扉よりも先に、まだこの札が必要な場所があるのか？それかやっぱ、もしかして、かまじいとあの女の二刀流だったらどうする？これうるさい、どこからちょっと。今音量ちょっとだけ下げたけど、まだ騒いでるでしょ、どうせ。あ、やっぱ騒いでる、騒いでる。うるさいな。ちょっと待って、これさ、こうしとかないと、あれか。開けます。いますよね。あれ？いますよね。かまじいもいますよね。あ、かまじい、かまじいに。いや、これね、あの女がいないと見せかけるじゃん。あ、いないんだって思うじゃん。多分かまじい出てくるよ、これ。絶対出てくる。だってあいつ守り神だもん。え？何やってんだよ、あのかまじい。こんなに簡単に開いたじゃないか。え？何？ちょっと待って、ちょっと待って。話が違う。話が違う。思ってたんと違う。え？ちょっと待って、思ってたんと違う。なんだこの、なんか、七福神みたいな形の間取りは。え、こんなとこで戦うの？かまじいどこ行ったの？そんで。あ、なんか独房みたいになってた。ここなんだ。娘っていうか、陽のお姉さん閉じ込められてたの。起き上がり方が独特。腹筋すごいあんだろうな。
そうしないとあの置き方できないよね。え？え？何を見たの今？え？え？ちょっとその前によ。その前にこっち側も。あ、こっちもなんかいけるの？調べる。分厚い格子戸は固く閉ざされ中に入ることはできない。格子の向こうからカビと薬品の匂いが感じられる。こっちはこっちで誰かいたってことか。アイテムが豊富だこと。はい。で、調べたい。これは来るな。これ、あ、来なかった。二宮守の手記でいいのかな？古い手記が落ちている。面を刈る準備はできているが、長の許しが出ない。芽吹くもの、もの、芽吹くものあらば、その、むくろ、表、刈るべし、表、はぐ、もよし、表、なく、なくば、柵に至らんや。その言い伝えを守らねばならぬ。確かにまだ息があるにはある。息のあるうちは刈ることはまかりならぬ。しかしこの女は生きていると言えるのだろうか。息はほとんどなく、この女の周りは凍えるように寒い。息が凍るようだ。それにふと鼻をかすめる、この焼けるような匂い。こうも聞かぬ。しかもこのような体になってあまりにも長い。死せるものとして面を刈るべきなのだ。これ面じゃなくて表って読む？いや違うか。まあいいか。決して触れぬよう、名前を呼ばぬよう言われているが、私の不安は増すばかりだ。この女の面を刈らねばならぬ。この女の面を刈らねばなる。私はこの衝動を抑えることができるのだろうか。これかまじいのことか。調べる。まだ調べる。古いが、立派な作りの祠がある。祠の中央には白い面が祀られているようだ。うん、そうね。祀られているわね。向こう行きたくないからちょっとここうろうろしちゃってるけど。この辺、あの子って、あの子いない？そろそろあの子に会いたい。ああ、会わせてくれないかも。え、急に入ったの？勝手に？はい、何ですか？誰ですか？さやかさん。さやかさん？その仮面のかけらを。あの子に渡してください。そういえばなんか持ってたな。大切なものです。でも、ルカちゃんがどこにいるのか。あの場所です。あなたが昔ルカを見つけた場所。もうあまり時間がありません。お願いします。サイカさん。霧島さん。またあなたに助けられましたね。まだわかんないじゃん。まだルカに渡せるかどうかわかんないから、まだ助けたかどうかわかんないじゃんね。この面ってこと？この面？右目。確かこれルカが左目を持ってた気がするよね。てかさやかさんってあれ生き霊ってこと？これを渡すことがルカを助けることになる。これはきっとその、あれか。はてなはてなはてな。黒い面のかけらが追加されました。手帳。ちょっと見てみる。手帳。あ、これか。黒い面のかけら。割れた面の一部。この面のかけらを、ルカに渡すことがルカを助けることになる。片方持ってるよね、確かね。これさ、帰り絶対会うんだ。帰り絶対にね、あのかまじいと会うんだ、これ。多分今ね、ちょっと休憩時間だったと思うんだ。あ、書き留められたメモ。紙の切れ端に走り書きがしてある。月が映る、月が静かな。深い森。何もない。また会いましょう。また会いましょう。これ誰に向けてる？これ長四郎に言ってる？俺に言ってる？もしかして。じゃあまだなんかありそう。棚の上には様々な薬品や注射器、アンプルなどが置かれている。
薬品のラベルには精神系の病状を表す言葉が並んでいる。もうそこじゃなくて、まだなんかあるんだよな、ここで。上か？あ？どこ？どこにあるんや？どこに、そこにあるんか？愛はあるんか？え？どこ？こっち側から照らす？あ、なんか今ファンって言った。ファンって言ったよ。どっかで。え？あ、そっちか。ここか。うっと、はい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 、無駄。はい、無駄。はい、残念でした。はい、取らせていただきます、15個。これね。霊石灯の強化をし、なんかした方がいいか。これ絶対取り忘れてるよね、1個、レンズ。絶対取り忘れてる気がする。だってもうこの段階でもう1個ないっておかしくない？86。間違えた。これって何で装備してると、霊を攻撃した後のチェーン継続時間。あげとく？一応。で、これも。どっち、除霊能力の最大値を増加させるか。あ、これもあるんだ。回復速度速くします。まあ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 、これはそんなに大丈夫かな。とりあえずこんなもんにしとこう。これ、出てくる、絶対。ちょっと待って、出てくるんだったら、除光しとくか。絶対来るか、かまじ。絶対かまじ来るから。あいつサボってたんだから。これ駆け抜けた方がいいまであるな。駆け抜けろ、もう。あれ？なんで、男だからか？出てこないの、あいつ。さ、前は女子だったから、出てきたみたいなこと？そんなことある？で、ここ一生わかんないんだけど、ここの例。うるせえな、ここ。うるせえのよね。そして分からねえのよね、これ。どこにいるの。どこに何がいいんだか分からねえのよ。ちょ、うるさいな。うるさいよ。うるさいよ。どこ？むずくない？これ、見つけんの。こんな細かいとこにある。こっちだよね、これで行くと。ここ？ここ？ここではない。ここら辺が白いけど、この下？違うな。あと上にある。上なんだよな。上のどっかなんだけど。じゃあ分かんないけど、もう行く。もう俺は行く。あ、ちょっと待って、これは？戻ってんね、戻ってんね。これこうだね、こっちだね。ここだけすごいうるさいの何？何なんここ。すごいここの部屋だけうるさいんだけど。やめてもらいたい。本当に。うるさいから。あ、来た来た、これ、これ逃げなきゃいけないやつ。これね、戦ってもダメなやつ。知ってる知ってる知ってる。ここ開けといてよかったじゃんねえ。ここ開けといてよかったじゃんのやつじゃんこれ。ねえ、絶対そうじゃん。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。危ない危ない危ない。出ろ。よしよし。ここ、これで開けてなかったら危なかったやつでしょ。はよ出て。はよ出て。はよ出て。オッケーオッケー。こっちまで来ればこっちのもんね。あいつ、まだああいうことしてくる。卑怯だぞ、お前。マジで。よし。とりあえず一旦落ち着けた。よし、セーブもできた。で、ルカに渡す。だから、ルカが見を見つけた場所まで行くんでしょ？見つけた場所は、っていうことはまた戻るってことか、こっちに。灰原病院の。灰原病院の地下だよね。見つけた場所って。そういうことだ。一回戻るんだ、向こうに。オッケー。では、今回はここまでにしたいと思います。で次回、じゃあ、ルカをと、合流するために、一旦ハイバーレベルの地下だよね、確かね。に、一旦確認するか。ちょっと待って、ハイバーレベルに。
今ここだもんね。老月。ハイバル病院の地下。地下。ハイバル病院地下。地下2階だったっけ？そうね、ここだよね、多分ね。ここに多分行く。ここに行くっていう印をつけたいけど、そういうのできない。まあ、ここに次回行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。